Hi there! Spring has just turned around the corner. What do you expect to happen? 皆さん、こんにちは。今日も、英会話のワンポイントレッスン、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。1回目、2回目は、英会話を話すのに絶対に必要な文法ということで、文法のレッスンをしました。今日は少し趣向を変えて、発音のレッスンをしたいと思います。英会話を話すのに文法は絶対に大切な不可欠な要素だということをお話ししましたが、もちろん発音も同じぐらい大切です。きれいに話しても、その発音が間違っていれば全く通じないことになります。ですので、私と一緒に少しずつ発音のコツを覚えていっていただきたいなというふうに思います。今日のレッスンは、R、L、この違いを言います。まず、Light、Right、これが同じように聞こえる方いらっしゃいますか？私もかつては同じように聞こえていました。しかし、今では全く別物に聞こえます。どうして、聞こえなかった私が別物に聞こえるように今はなったか。それは自分がその発音ができるようになったということが私の、経験上大きかったので、皆さんにはこれを聞き取れるというよりもできるように、してあげたいなというふうに思います。この、2つの発音の違いが自分でもできるようになれば、この2つの音の違いを聞き取ることができます。では一緒にやっていきましょう。R の発音、Rock, Rain, True。L は Lock, Lion, Melon となります。はい。R の発音、L の発音、これは日本語のラ、リ、ル、レ、ロと比較するとでも分かりやすい発音です。日本語でラ、リ、ル、レ、ロとしてみてください。皆さんの舌は上顎の中心の方にラ、リ、ル、レ、ロとつくと思います。まず R の発音でラ、リ、ルレをします。 R の発音は日本語のラ、リ、ルレのように上顎に舌がくっつきません。どこにも舌をくっつけないでラ、リ、ル、レ、ロとする練習をしてみてください。どこにも舌をくっつけないでしようと思うと口をこのようにすぼめてうーの音を少し言うような感じでラ、リ、ル、レ、ロとすると、R の発音がきれいにできます。ラ、ラ、この音でラック、レイン、音節の最初にある R はこのように発音します。これは、文字の真ん中の方にありますが、音節的には音節の最初にありますので to ru、 to ru。じゃあ L の発音、これは舌をくっつけますが、日本語のラ、リ、ル、レ、ロのように、上顎の真ん中のあたりではなく、前歯の後ろのあたりに、舌を横にちょっと広げてラ、ラ、レ、ラ、レ、ラというふうにくっつけながら言ってみてください。ラ、この音ができたらロック、ライオン、メロンというふうになります。はい、じゃあちょっとこの発音を見てみましょうね。 R の発音なので R、R、それから L の発音 L、L、はい、ここにも R がありますが、これは音節の最後の発音ですね。後ろの方に来ている R は R というこういう音です。この音は上の歯がありますね。ここに舌をこのようにくっつける感じです。ちょっと難しいですが、このようにちょっと下の端っこ、右端と左端の下の部分がくっついてる感じ、ね、で後ろに少し舌を引っ込める感じで舌のこの辺りが、上の歯のこの端っこの方にくっついてる感じですね。これも R なので to railer。 この R、 それからこの L はこの R、 L と同じです。最後の R だけ R、 ruler、 to railer というふうに発音します。よくわかりましたか？ I hope you enjoyed the lesson. I hope to see you next time.